レアは、ギリシア神話に登場する女神である。ティーターンの一柱で、第一の女神とされる。レアともいい、長望院を省略して、レア、レアとも表記される。ヘイシオドスの、新闘記などによれば、父はウーラノス、母は、ガイアで、オーケアノス、コイオス、クレイオス、ヒュペリオオン、イーアペトス、クロノス、テイアー、テミス、ムネーモシュネー、ポイベー、 テーティウスと兄弟。またレアーがクロノスとの間に産んだ神々は、ヘスティアー、デーメーテール、ヘイラー、ハーデスポセイドオーン、ゼウスである。夫のクロノスがレアーとの間の子供たちを飲み込んだ時は、それを嘆いたレアーは、クレータ島に行き、ゼウスを産んだ。生まれたばかりのゼウスの代わりにうぶんぎに包んだ石を飲ませ、ゼウスをガイアに託し、 クレータ島のニュームペイたちとアマルテアと、クーレースたちに預けて育てさせた。ティーターのマキアーの際はヘイラーを守るために、オーケアノスとテーティウス夫婦に預けた。その後もレイ島の出産に立ち会ったり、ハーデースがペルセポネーをさらった際に、ハーデースとデーメーテールの争いを調停したり、ヘイラーに迫害されたディオニューソスを助けて、蜜月を授けたりしている。その象徴はライオン、ハト、オーク、 まず、小刀館、法上の角。夫のクロノスが、ローマ神話のサートゥルヌスと、同一視されたことから、後に、サートゥルヌスの妻をプスと、同一視される。小アジアのプルギアに由来し、ローマでも長年にわたり、崇められた大地の女神キュベレイと、同一視されることもあった。 紀元前3000年頃からクレータ島を中心に栄えた地中海文明で崇められていた神々の中の最高神は多くの古いアジアの信仰の最高神と同じく女神であり植物や法上の女神であり万物の母であったその固有の神明は伝えられていないがクレータ島ではレアーと呼ばれ信仰されていた この名は後に、ゼウス信仰において古代クレータの神々を呼ぶのに、用いられる名であった。これが平氏オドスの死、新陶記において、ゼウスの母の名として記載された。ABCDFG e マイケル・グラント、ジョン・ヘーゼル、ギリシア・ローマ神話辞典大衆館書店、木村店、早明かりギリシア神話日本実業出版社2003年、松島道也、図説ギリシア神話、 神々の世界、変、川で処方新社2001年平士を脅す、133から138。アポロドーロス、1巻1.3。平士を脅す、453から458。アポロドーロス、1巻1.5から1.6。ABCD フェリックス・ギラン、ギリシア神話、青ニシャ、ホメーロス風参加大参加、渋沢港、爆笑ギリシア神話、光栄。 松村和夫、世界の神々の辞典神、精霊、英雄の神話と伝説学研、ブックスエソテリカ辞典シリーズ5、2004年、ISBN4 から05から60万3367から6。ありがとうございます。